区内最高層の時は橋タワー、千代田区の超高層建築物、構築物の一覧では、日本の東京都千代田区にある超高層建築物及び構築物を一覧の形式で列記する。千代田区には、国内で初の本格的な超高層ビル、霞ヶ関ビルディングが1968年に建設された。2000年代からは、丸の内や大手町周辺の建て替えで、 連鎖的に超高層ビルが増加している。神保町、飯田橋、秋葉原付近においても再開発事業が進行し、超高層ビルの建設が行われた。超高層ビルの用途構成は、ほとんどがオフィスビルで、住居用のタワーマンションは少ない。千二十七年には、東京駅前時橋プロジェクトが推し進める再開発外区である東京当地の中核をなす。 地上高、約390メートルの超高層ビル、トーチタワーが竣工する予定であり、これが完成すれば、千代田区どころか日本の建築史上最も背の高いビルになる。霞ヶ関ビルディングが1970年に世界貿易センタービルに抜かれ、日本一の高さのビルの座は、港区や新宿区が更新していたため、千代田区にはそれを上回るビルが現れていなかったが、完成すれば、 千代田区は57年ぶりに日本最高層のビルが所在する地方自治体となる。ありがとうございます。